我が練習艦隊鹿島香取の両艦は去る9月2日上海に入港いたしましたが、鹿島乗組の士官候補生196名は陸戦隊の案内にて復興なった戦績を見学、先輩有志の優先奮闘の後を忍び五国の神と化した幾多の英霊に対し心からなる感謝の念を新たにいたしました。各手6日一同は居留民団及び市政府音楽隊並びに武田陸戦隊長ら多数の見送りのうちに万歳整理上海を出港いたしましたが、艦上と陸上から交換される別れの風景は時ならぬ和やかな情景を醸し出しました。